ディナール使用国かつてディナールを使用していた国左下の枠で囲まれた地図は旧ユーゴスラビア諸国。ディナールはアラブ地域などの多くの国で使われている通貨である。アラビア語ではディーナールと発音される。これは以下の各国で使われているがそれぞれ独自で発行されているため価値はそれぞれ異なる。ディナールの名称はローマ帝国の銀貨デナリウスに由来する。 ヨーロッパでも一部の国で使用されており、北マケドニアの通貨単位は正確にはデナールだが、単語の由来はディナールと同じである。693年、ウマイヤ朝のカリフであるアブドゥルマーリクが、ダマスカスでイスラーム帝国発の金貨を打国させた。これがディナールの起源である。イスラーム世界の効果はこの時、以来近代になって、 初めて鋳造硬貨が製造されるまで打国硬貨だった。当初はディンナールと呼ばれ、主に旧東ローマ帝国領で流通した。8世紀半ばに成立したアッパース朝の時代になると、ディルハム銀貨による銀経済であった旧サーサーアンガーサ、ペルシア領でもディナールが流通するようになり、9世紀には金銀に本位制へと移行した。 金の産出地としては、サハラ砂漠の南のガーナ王国や、エジプトの南のヌビアなどが挙げられる。ガーナ王国の金を、ムスリム商人が岩塩と交換するサハラ交易が、行われていた。また、ディナールとディルハムの法定換算比率は1ディナール、イコール20ディルハムであったが、時代や地域と共に変化していきアパース朝5代の、ハールンアイコールラシード時代には一ディナール、十二 ディルハム、時代により1ディナールイコール30ディルハムの比率も発生した。アシュラフィー金貨エジプトのトゥールーン・アサデのディナール金貨の純度の高さは有名である。しかし10世紀の中頃から金の供給が減少すると12から13世紀には、知り合い等ではディナール金貨は打国されなくなり、予算や大きな金額はディルハム銀貨で計算されるようになった。 ただ西スーダンの金が供給されていたファーティマ町やムラービトアサ、アイユーブ町、マムルークアサでは、以前15世紀初頭まで高品質のディナール金貨を打国し地中海交易の中心的役割を担ったが、次第にイタリア諸都市の金貨に押され、ディナール金貨は減少した。1425年にはマムルークアサ、スルタン・アシュラフ・バルスバーイが、新ディナールを打国した。 ありがとうございます。